ありがとやな TV。 皆さんこんばんは。ミス東スポ2021候補生の西原亜美です。亜美ごって呼んでください。12月のエンタメ女王決定戦、今度こそは絶対1を取りたいので、皆さん応援よろしくお願いします。そして配信も毎日やっております。楽しくてみんなを癒せるような配信にしていきたいと思ってますので、ぜひ見て応援してください。ありがとうございます。ミス東スポ2021候補生辻ルイスと申します。前半戦の応援ありがとうございました。今回はですね、自分今までに皆さんに見せたことがない自分をテーマに衣装を選んでみました。後半戦もですね、皆様に新しい自分を見せて頑張れるよう応援よろしくお願いいたします。頑張ります。皆さんこんばんは。ミス東スポ2021候補生の野見部長です。皆さんの応援のおかげで再びこの PR 動画に出ることができました。たくさんの応援本当にありがとうございます。残りの期間も皆さんと楽しくグランプリ取れるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ミス東スポ2021候補生の山本とみです。皆様の応援のおかげで再び PR 動画に出演することができました。本当にありがとうございます。これからエンタメ女王決定戦決勝戦後半が始まります。もっと上を目指して皆さんと一緒にグランプリ勝ち取りますので、ぜひよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ミス東スポ2021候補生の日向優です。身長172センチ、高身長グラムとして頑張っております。皆様のおかげでここまで来ることができました。こうしてたくさんアピールできる場所をいただけたので、私はここから先もグランプリを目指して頑張ります。皆さんと一緒にグランプリ勝ち取るぞ。ありがたやな TV。